度重なる物価高実質賃金は2年連続減少そして今私たちのお財布にさらなる追い打ちをかけようとしているのが電気代価格を抑えるための政府の補助金が今月で終了することで6月使用分の家庭向け電気料金が 大手電力会社10社すべてで値上がりする見通しとなっているんですその上昇率は前年同月比で最大なんとおよそ46%またすでに4月には再生可能エネルギー普及のために電気料金に上乗せして国民が負担している再エネ付加金も 引き上げられたこともあり電気代はここ数ヶ月で徐々に増加例えば東京電力の場合はこんな感じ3月使用分が7576円だったのに対し付加金が増加補助金が終了した6月分は8930円まで増える見通しですこうした状況に政府は 6月使用分の電気料金は、これまで最も高かった激変緩和措置の実施直前である2022年12月使用分の水準より、1割程度低くなる見込みであるというふうに経済産業省から聞いておりますただ、現状にネットでは、悲鳴と怒りの声が紛失補助金打ち切り、付加金引き上げ、もうきつい。 政府は国民の生活を本気で潰しに来てるなこれから暑くなるのに節電するしかない果たして政府へ届くのかそれともとことん節電に励むしかないのかしかし再エネ政策を見直せば電気代は下げられるというのが元経産省官僚石川和夫さん その策を国会でも提案してきましたが未だ本格的に検討はされていないよう今日は石川さんそして再生可能エネルギーを推進してきた元環境副大臣井上真二議員とともに電気代は上がり続けるのか安くできないのか考えます。 気にされますか?。いや、もう気にしてます。そうですか。はい。何、その。いや、ごめんなさい、ちょっとね、いや、いや、失礼しました。でも、補助金打ち切りも、まあ、それも、なんか、ちょっと延長するとか、どうにかなんないのかなと思ったし。その、で、電力会社が、めちゃめちゃ、今、儲かってるんですよね。はその電力会社が、その、儲かった分を、こう、なんか、料金を、ちょっとね、下げるみたいなところが。できないのかなとか、で、あと、付加金?。最安値付加金。 ここだけなんか俺なんか自分が太陽光パネルつけてるからうん、うん、あそうですよね別に悪くないのに、うん、つけろって言われたから俺つけたのに、はい、なんかこのことに関してはなんかみんなになんか頭下げなきゃいけないみたいな空気、はい、だってみんなに出してもらってるみたいな構図なんでしょ、うん、そういうことなんですけどやっぱりその皆さんの理解がか、ね、進んでいってところもまたそういう、ね、誤解を招いてしまっているところもあるのかなと。うん、でも太陽光パネルついてるから、うん その売電してるんでね、はい、そんなに高いって正直感じてはないですじゃあ結構それはう <laughs> あの 売ってるから、ね、売ってるからって思うんですね、うん。でも売ってるし蓄電してるしってやっててもなんかその再エネ付加金付加金に関してはなんかちゃんとコメントしづらいみたいな。ああそうなの、ね。いや堂々と僕は契約しましたけどね。ねうん、ちょっとそのあたりも勉強していきましょう。はい、ではゲストをご紹介します。自民党衆議院議員で環境副大臣を歴任され現在党の環境温暖化対策調査会の会長を務められています井上慎二さんです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。えそしてもう一方再エネ導入の の制度設計に関わった元計算官僚で今回の電気代高騰に課題を感じられている政策アナリストの石川和夫さんですいつもありがとうございます,よろ,いいますよろしくお願いします石川さんちょっとご説明いただきたいんですけど再エネ付加金と言われてわからない方多いと思うんですよ、うん、どういう目的で、はい、どういう経緯で今こんだけちょっと上がっているのかっていうのを丁寧にちょっと簡単にですが、はい、ご説明いただけますでしょうか今日資料がちょっと用意されていると思うんですけど、はい、付加金のやつってあります <laughs> 出ますね私たちの冒頭で再エネのこの 買取制度の立案に参加されたといって私が参加したのは今から30年以上前の1992年でこの時には買い取り価格がゼロだったんですよね、はい、みんなに負担させたくないということで、まあ、だから普及しなかったんだけど左のの部分ですねここの今はどうなっているかというとこ最初に決めるのがあの、ねえーとね、電気の買い取り価格買い取り総額を決めるんですよ、はい、日本でどのぐらい再エネを買い取りますかというのをこれ経済産業省の委員会で決めるんですよね。 役所で決めるんですよその次にだいたい回避可能減価というのは簡単に言うと化石燃料が削減される回避できるコスト、はい、これをさっぴくんですよね再エネ入れるとその時化石燃料減るじゃないですかだからそれ分得するわけですけどそれをさっぴいた形でまあ事務費はちょっと小さいんですけどそれを各う引いた形が再エネ付課金の総額あの販売電力だったら全体で割るってことなんですけどこういうふうに決まるんですよねだからあの一番左の電気の買取価格買取 今年はね、四兆いくらかな。二千二十年、<ー>国全体で四兆、まあ二千億とか三千億ぐらいの。再エネを買い取りましょうって決めて。再エネで作られた電力を国が買い取ったっ。買い取る国が電力会社に代行で買い取ってもらうということにして、そのうち。 真ん中の回避可能原価というのは大体化石燃料削減量これだけだなかなんかいって予想してそれでさっぴいたやつが再エネ賦課金としてわれわれ全員に安分されて1000円前後ぐらいこれはちょっとぶれるんですけど大体そのぐらいということで発表してますが我が家はちなみに4人家族一軒家でエアコンとかねうちあんまり節約しないもんですから健康のためにうちは大体再エネ賦課金は夏とかだと2500円ぐらいになっちゃうんです。 そんなに夏はね。だけど春と秋はあ,<ー>あんまり使わないんで安いです。<ー>で冬はやっぱり暖房使いますので、まあ夏ほどじゃないですけど2000円ぐらいになってっていう家もあるんですけれども、そうじゃない一人暮らしのところなんかはね、あんまりかかんないっていうそもそもどういう目的でこれを作ったんですか。みんなでやっていこうっていうのはどういう、はいはいはい、これはですね、あの20年2012年実際12年に施行されて、うん、たまたまその前の年に原発事故が起きちゃったってその折りまあ。 要は再生エネルギーみんなで増やしていきましょうって言ってその時に私が作った時には太陽光パネルがまだ高い時代でそれを入れた人が売ってそれで。 有料で買い取ってもらうといろんな人が税金のような形で広く一般に負担しなきゃいけないのでそれは忍びないとなんで金持ちが持っている大国のパネルのために一般のやつをやるんだということで私の時にはロ円にしたんですがそれは92年の話それが時がたって西暦2000年ぐらいになって今世紀に入った時に世界的にも再エネやろうとなってヨーロッパで流行ってきたのがだいたい西暦2000年ぐらいで日本は10年ぐらい遅れてるんですけどその時に日本で再エネを入れましょうってずっとやってきてさあ入れようって言った時に原発事故が起きちゃったんです。よね 起きちゃってそのあおりで、さあ、脱原発だと言って再エネいっぱいやろうぜと言って価格の最初に買い取る価格がボンと上がったのがさっき佐々木さんおっしゃったその時はそうだったでしょと、うん、も今は違うじゃないですか、うん、もうちょっと下げたらどうっていうのは今まさにそれが議論になっているわけです、ねうん、井上さんどう思われますかこの再エネ賦課金というのはどんどん上がってきてしまっている政府はどこまでを目指しているのかというのを教えていただきたいです。 あのそういう意味ではです、ねうん、やっぱりその再エネを最大限活用しようというのは政府の基本的な方針ですから、うん、どんどんやっていくというのはいいことだと思います。うん、ただどうしても やっぱり他の電源と比べてコストが高いので、はい、その分をこの再エネの付加金で賄っているということになりますので、まあ、そこととの見合いだと思うんですよねでこう単価がどんどん落ちていってもです、ね、結局発電量が増えていけば今度はその一人頭の付加金はやっっぱり増えていっちゃうんですよね、うん、2030年の S 姿を考えてでどういう配分で電源をやっていこうかと。 いうことで再生可能エネルギーで言えば三十六から三十八パーセントにやっていこうということを言ってるんですね。うんうんうん、今二十パーセントぐらいでしたっけ。そうですね。だまだ増やしていくということですね、ええ。それであと原子力とそれから火力というのがあるんですけど、やっぱり全体的には火力はですね、どうしてもその CO2 を発散するんで、これはもう国際的にもう本当に許されないんで。はい 火力を減らしていくとでそうなるとやっぱり基本的には再エネと原子力でその分を賄わなければいいけけないわけですよ、ねうん、もう私が思うにです、ね、あのあれさっき、まあ、井上先生もおっしゃいましたけども、うん、原子力のところと、ね、原子力が20から22再エネについては36から38ってありますけど、うん、これ両方とも無理ですね、絶対無理、えー、稼げるんではあっという間にあるけど、えー、どうしてかというと、はい、まず原子力についていうと、ね、これは、ね、政治的に非常に難しい。はいはい え政治が判断すればできます、これは、はい、日本には原発いっぱいありますから、それを止めてますから、イン、はい、の中心に、うん、これを再稼働する政治の,その指導力がないと、これは無理、うん、ただ、政治が判断すればできます、うん、けど、再ンについては、うん、これは政治以前の問題で。はい あのこれおそらく、ね、井上先生なんかも環境やられてると思うと思うんですけど開発したと今までは良かったんですけどこれからなかなかか、ね、地方自治体のところを中心に環境アセスメントというとその審査が厳しくなったとっいうのとあと、やっぱ乱開発とおっしゃったじゃないですか、うん、あれ見せられるとおいちょっとこれはさみたいな話になっちゃって <laughs> はい、はい、冷や水、うんでで。次に太陽光が一番なんですけど日本は、ね、やるっつったら、ね、屋根とかビルはがら空きなんですよ。うん、これはやるべきだと思うんですけども そのいわゆる野立の森林開発してやるメガソーラーという大きなソーラーほどの。 速度にはならないですよ、建物に貼るたら時間がかかるしってことを考えると政治でやろうといったところで場所がなかなか見つからないのでそういう意味ではあの再エネの36から38というのは少なくとも太陽光については非常にしんどい状況に井上さんにもちょっとお伺いしたいですその実現可能性というのはどのように考えてるんですか、ええ、いやあのです、ね、ます、あ、2030年度これ難しいですけれども私は不可能ではないという,ふうに思ってまして。 あの例えば太陽光発電で言えば今、石川さんが言ったですねこう壁面なんかにできるこうペロブスカイトというこれは不可能だ難しいというんじゃなくてやっぱり目標を立てた以上、うん、それに向かってまあ頑張っていくというのが基本我々国民はその賦課金はじゃあ払い続けなければならないどんどん上がっていく賦課金を払い続けなければいけない宿命といいますか。 払いいいいい続けないといけななとととうことですよねまあ,あとはです、ね、あの必ずしもそうではないと思ってましてやっぱさっき言ったようにもともと再生可能エネルギーコストが高いわけです、うん、そのコストを下げていけばいいわけですそうすると基本的には付加金の額もやっぱり下がっていくっていうことになりますのでそこもさっき言ったその技術革新とか、うん、あるいはその 大量生産によってコストを下げるとか、まあ、いろんな手はありますもうかなりパネルの,その太陽光パネルの,、ね、そのコストも下がってきてるって話があってもうここら辺で市場原理に任せてもいいんじゃないかっていう議論もあると思うんですけどその辺井上先生どう思われますかあの私も最終的にはです、ねうん、やっぱり市場原理でちゃんと賄えるように、えー、まあそこまで技術開発して落としていくっていうのが目標だと思ってます、うん、ただそこまでいってない段階ではやはりそういうインセンティブを与えて普及を促していく。 っていうのも必要なんで再燃についてちょっと誤解があるんですけれども、うん、これからずっと払い続けるのかという話だったんですけど、はい、これは、えー、再エネ賦課金というものが今の制度で今のスピードで再エネが入っていくということを考えると。うん われわれが再エネ払う再エネ賦課金、あれは、ね、名前変えてもいい、あれは再エネ税ですからね、ね名前変えてい、ね、そしたらみんな意識持つから、社会保険料で一緒、あ,はい、あれ社会保険税だけあれはまあ税なんだけども、も <laughs> あれがピークが来るのは大体、私がえ数計算すると2032年から33年ぐらいにピークになるんですよ、<ー>そこからは下がっていきます。じゃあ これから出るやつ今出てるやつっていうのは再エネの付加金の単価っていうのは安いんですけどもこれは導入した時から20年間一緒なんですよだから2012年に始まったでしょ、はい、2010年ってのはバカみたいに高いわけこれがずーっと20年間続いてるので一番最初にそのあれ終わりが来るのは2031年なんですけれども。うん 2012年に認めたものが2012年で全部竣工したわけじゃなくて遅れてどんどん竣工しているのでまあずっと続いてるんですよと、うん、いうことでまあ2030年代の半ばぐらいまでは再エネ付加金は上がっていくけれどもその後は今の制度を続ける限りは下がりますうん、うん、20年のね期間があるからってことですよねうん、うん、そう20年の回避期間があるので下がっあのそれまでは下がる、ね、皆さんこれ電気料金下げてほしいんです、はい、これはねあの、はい、これ私はあの今まで 国会で例えば参考人で呼ばれて何度か提案しているんですけれども、はい、例えば、日本の電気というのはほとんどが化石燃料といって、まあ、主に電気の場合は石炭と天然ガス、まあ、石油も一部ありますがこれ外国から輸入するんですねこの価格は日本の権,能では権力ではどうしようもないんですよ、はい、これはもう国際価格だからだけども下げる方法というのがあってこれは2つあるんです1つは、ね、あのやっぱり今動いていない原子力を動かすことなんですよ。はい、どううしてこれで下がるかというとい あの原子力っいうのはもともと50年前のオイルショックを契機として日本でバッと入れたんですけどこれはね輸入する石油とか化石燃料の消費量を下げるために入れたんです、これが高いんです、だからこれが今ある原子力ってとるとがんと大量に削減できるのでだから2010年の値段は安いんですよねあの原発事故の前は入ってたからこれが一つの方策です、でもこれは政治判断です。もう一つははこれねねまたねもう 言っていろいろ文句やるんだけど、再エネの付加金ってあるじゃないですか。あれはね、結局今20年間高止まりの。ものがね、いくつかもうね、大体再エネ付加金の5割ぐらいはね。その高いものなんですけど、今のね。この高いやつを。ちょっと悪いけど、割り引いてちょうだいと。要するにね、痛みを感じてちょうだいってことなんですよ。はい、痛みをよく分かっちゃうと言うでしょ、うん、20年間、そうそう、二十年間。なんだけど。<laughs> はい、買取り価格は今もう半分にしてくれと、そこの分だけ。はい、悪いけど、うん、その代わり。 保証期間は二倍にしますよと。だからトータルで同じにします。価格がえっ、ー、と期間が40年ってなると、いやその間にうちの太陽光をうこうパパワーを失っていくよと。ね、そうなった場合どうするんだみたいな議論にやっぱなっていくあ。あなりますなると思います。うん、それはねそうやった人ったらその人は損するでしょうよ。うん、だけども要するにね僕は思うにそんなこと言ったらね増税とかね保険料引き上げも同じなんですけれども、もともとこのぐらいの保険料とか税です。 考えていきなり高齢者が増えたからとかってこんなのあるじゃないですかうん、うん、わーっすかわーっす,すか言うわけじゃないですかうん、うん、だけどなんだかんだぐちゃ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 ,ぐちゃって国会でもってご合意を取っていやいやながらも増税とか受け入れるわけじゃないですか同じことだと思うんですよねこれは、ねうんうん、要するに政治の世界でやらないといかんと思いますね。うん、というかねこのぐらいのあからっょ石川さんの私もちょっとよく分かんないんですけどさっきのお話でねでこれやっぱりですね 短期的な目の前の話と少し中長期的に未来を見据えた話を分けて考えなければいけないと思っていてだからおっしゃるように今本当に電気代高くてみんな大変ですからだから補助金を今まで出してたわけですねでも他方でさっきも言ったようにやっぱりそもそも安くしていく努力をしていかなければいけないんで例えば技術革新とかそういったことをやっていくということ。それからあの エネルギーに限らずのことで言えばやっぱりですねこういったさまざまなものが高くなるのであれば収入の方所得の方を増やすことですよそっちが増えればまあ多少値上がりしたっていいわけですから。 だそういうことをちゃんと合わせ技でやっていくということがすすごく大事だと思いますあの先ほど石川さんの論に2点あって原発の方はどうですか井上さんはどう考えて原発はですね石川さんその政治判断だとううおっしゃいましたけど確かにそうなんですが政治判断をしてもなかなか進まないというのが結構現実ですですから原発の方はこの20から22%って非常に難しいと思ってまして。それは やっぱり安全基準というのはもう絶対なんです二度とあの福島第一原発事故のようなことを起こしてはいけないということになりますからこの安全審査を緩めることはできませんそうするとそこにどうしても時間がかかってしまうということだから政策としてです、ね、以前は事故の後は原発の依存度を極力下げると。 政府も言っててたたののを今活用しいいこうっていうのに変えたんですねでも変えたけれどもなかなか進んでないんですだからここはなかなか難しい難しいしでもそれはそれで私はしかないと思ってるんですね例えば地元の方々にとってみればそれは安全がなければ困りますからそこをちゃんと配慮していく。その上でまあいかにに迅速に 安全な原発を動かすことができるかっていうことに最大限努力してく。いく石川さんにもちょっと聞きたで、はい、いですか。これ、あの、うん、確かに、それ安全、大丈夫。うん、僕は原子力が好きだから言ってるわけじゃないです。うん、これが一番安い電源だから言ってるっていうのと、あと、これね。これは、おそらく、井上先生もそうだけど、国会議員の方、多くの方、分かってると思いますけど。原子力事故があった。あんな事故起き、起きちゃいけませんよ。はい、安全な地、決まってるじゃないですか。かそんなもの。うん、私だって、火力の担当官やってましたから。うん、そうですよ。だけどね。日本の原発の止め方は異常だったんですよね。うん、原発事故というのは、人類は三つ経験してるんですよ。千九百七十九年のアメリカ、スリーマイと、次に八十六年、チェルドブイリ、これ、今の。 ライナですね、昔のソ連、それで日本の福島2011年なんですけどスリーマイル島もチェルノブイリも確かに大きな事故が起きましたけど他の原発は止めてないんですよね。日本だだけですね全部止めたのだから そういうことで言うとあの時の止め方これは前の政権なんでね今自民党の先生に言ってもしょうがないんだけど <laughs>、はい、あの時の止め方が悪かっただけどその後安倍さん、菅さん岸田さんになってそれを是正しようとしてるんだけどもほとんど東日本は進んでないという状態じゃないですかだから僕は政治判断と言ってるのはそこは、ね、メディアも含めてそうなんだけどちゃんとこれはもうそういう外国の例とか、うん あと、震災対策というのはもう津波対策をもうやってますからねやってるんだということをもっとやらないといけないですよね。そ何かこうやると安全性心配とい私だって心配ですよ。だけど、そこはやっぱり政治がきちんとねよくね誰か言いましたよねなんか安全だけど安心じゃねえみたいなことを言った人いますけど安全は安心だというふうふに言い直さなきゃいけないですよ。というふうにやらないと電気代ずっと高いですよっていうこと安全基準があまりにも過剰に厳しすぎるという議論があると思うんですが厳しいのはいいと思うんですがそれを全部の原子力まで 遡って適用するっていうこれをやったら何にも動かな,いですよねなので今ある原子力については規制を厳しくするのはいいだけどいろんな工事をするのはいいけどそれは発電だけはさせてほしいんですよね。 これ私ね、検査官やさから分かるんですけど発電しながら例えば原子炉の真ん中を工事するのは,それは止めなきゃいけませんが原子力の敷地がこっちがあってね、はい、原子炉と関係ない部分の工事とかっはたくさんあるので、はい、そこをやってて、はい、こっちは OK なのにまた全部止めているってのはこれはいくらなんでもやりすぎなので、はい、そういうところはね、やっぱり、まあ、役人とかじゃなくてやっぱり政治家の先生方がきちんといやこ皆さん もう特進してくれると大丈夫だからって言ってくんないといつまで経ってもこの議論は終わらないです。うんうん、本当にそうです。ああそれはそう思います。でもでも実際取材されてそう思ってるというところですけど、井上さんこれどう受け止めるんですか。これはあの石川さんのおっしゃることも一理ありまして、うん、で我々もですねそういったことについては何か改善できないのか。うん とということを相当やってますけど、まあ、原子力規制委員会と立て付けをする時にですねやはりもうこれは独立した委員会なんで科学的技術的判断でやるんだということになったものですから我々政治家としてもそこは立ち入れないという制度になってますだからそこはなかなか難しいただただですよやっぱりそういうことも乗り越えてねどうやったらちゃんと原発を動かしていけるかっていうことは考えて引き続きやっていかなければいけないと思います。 アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。